バンバーシュートはアメリカ合衆国ワシントン州シアトルで毎年9月に開催される音楽フェスティバル。74エーカーの敷地を持つシアトルセンターで開催されオールジャンルの様々なアーティストが参加する。1971年に市のイベントしてスタートしシアトルで最も長く続いているフェスティバルである。バンバーシュートは1971年に シアトルセンターでメイアーツアーツフェスティバルというフェスティバルとして市が主資して始まった。ボーイング社の破綻による地元の経済不況の中で地元の活性化を図るために開催されたこのフェスティバルは1962年のバンコク博覧会以来シアトルセンターで開催された最大規模のイベントであった。1973年 フェスティバルは現在のバンバーズ州都に改名し5日間に拡大し20万人の観客を集めた。1980年シアトル市は北西部の非営利団体ワンリールをイベントのプロデュースに招く。1980年代半ばにシアトルセンターは権利を取り返そうとしたが市議会によって却下された。2015年に数年の財政難を経てアイグライブが リードプロモーターに就任した。ありがとうございます。